ップインティーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はですね、物流の課題をたくさん解決されてらっしゃるロジクラさんの方にお邪魔しております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介簡単にお願いします。はい、株式会社ロジクラの事業企画室、久野と申します。よろしくお願いいたします。ということで早速なんですけど、方々でロジクラさんいいよいいよって聞くんですけど、はい、ロジクラさんってそもそもどんなサービスなんですか？弊社がロジクラというサービスなんですけども、主に小売であったり EC 卸を展開されている企業様に対して、物流であったりとか配送作業のバックヤードですね、そういったところを支援させていただいているソフトウェアになっておりまして、いわゆるウェアハウスマネジメントシステムと呼ばれる WMS になっております。特徴としてはですね、高額な設定が必要だったりとか、高価なハンディターミナルと呼ばれるようなそういった端末を用いて物流作業されることが一般的だったんですけれども、そういったのは使用せずに、お手持ちのスマートフォンにアプリケーションをダウンロードしていただくことによって、お客様の注文のデータを見ながら配送作業をしたりですとか、カメラ画面でバーコードをスキャンしていただくことによって、ミスを防ぎながら作業を進めていただくことができるようになっております。なるほど。ちょっと順を追って2つ質問させてください。はい、1つは WMS、 いわゆるウェアハウスマネジメントシステムの全体的なバリューチェーンというか、フローと、あともう1つは今お話あったように、スマホにアプリケーションでインストールできるというところにおいて、ハンディーターミナルよりもコストが安くなるというのはよくわかるんですけど、実際ぶっちゃけスキャンできるのとか、それよりもっとさらにハンディターミナルよりもっとすごいことできるんだよっていうところをちょっと伺っていきたいなと思います。はい、ので、まず一つ目、 WMS としての全体像というのを教えていただけますか？はい、WMS としての全体像としては、大きく分けて入荷、在庫、あとは出荷という大きな流れがあるんですけども、まず入荷に関しては、倉庫の方に物が入ってきた時に、スマートフォンでその商品のバーコードをスキャンしていただいて、数量の方を実績として登録すると、ショッピファイさんであったりですとか、ネクストエンジン、そういったカートモールの方に在庫をプラスして連携していきます。倉庫内の保管場所、ロケーションと呼ばれるようなところですね、そこに何の商品をどこに格納したのか、そのロケーションの管理を行うことによって、出荷の時に取り出しやすいようにするっていうところの在庫管理を行います。出荷の流れなんですけれども、ショッピファイでご注文いただいた商品といったところが、自動的にロジクラの方に出荷の予定データとして登録されまして、その情報をもとにヤマトさんとか佐川さんの送り状の伝票を発行したりですとか、納品書を発行したり、その上で、どこの場所から商品を取り出せばいいのかというピッキングの指示が出てくるので、ピッキングの作業をして、取り出したものが商品合ってるかどうかっていうのを検品作業をして、で最終的に確定すると、出荷の実績という形でショッピファイの配送のステータスを更新していくような、そういった全体の流れになっております。ありがとうございます。やっぱり入荷の時点でどこに何がどの温度帯のものが管理されてるかって、やっぱりこのマネジメント本当にすごく大事だと思ってまして、OMO においては特に店に入ったのか、それともセンターに入ったのか、センターって言っても何箇所かあるっていうところの部分があると思うんですけど、やっぱりそういうリアルの店舗と EC を両方やられてるような OMO の店舗っていうのは結構導入されてるんですか？弊社のお客様が、ショッピファイを利用いただいているお客様に加えて、実店舗を展開されている企業様で、ショッピファイ POS であってですとか、スマリジさんをご利用いただいているお客様がいらっしゃった場合にご利用いただくケースがかなり増えてきています。なるほどなるほど。ちなみにどんな業種がそれを使ってらっしゃいますか？例えば、食品関係とかアパレルとかいろいろあると思うんですけど、非食品系のアパレルさんですとか、雑貨を扱いのお客様が多いです、基本的にはじゃあ常温系が多いってことですか？けど御社としては冷蔵冷凍とかも対応されてるんですよね。はい、賞味期限の管理ができるようになっています。で、しかもどこで売れようが在庫がきちんと減ったり全自動でできる。おっしゃる。もう昔ながらの人間としては Excel とか帳簿とかで必死になって合わないとか言ってやつ出ましたけど、やっぱり期末ごとに棚卸しってあるじゃないですか。ありますね。それの誤差が結構えぐいじゃないですか。やっぱり誤差率ってだいぶ減るもんですか？やっぱりデータの作業をですね、店舗で売れたデータを EC の方に反映しなければいけなかったりですとか、逆に EC で売れたデータっていうのを店舗にも登録しないといけないっていうところの在庫の更新作業ってやっぱり忘れたりミスが発生するので、そういったところで期末の在庫がずれたりというところが
あるので、まあ、そういったのも、まあ、弊社の場合は自動で連携できるので、うん、そういったところの自動化をしつつ更新のズレっていうところをなくしていくっていうところを提供させていただいています。ありがとうございます。あとはアプリケーションでよくコラボレーションされてらっしゃるところ、はい、まあ、例えば Shopify、アプリのところで、はい、オムニハブとかいろんなものがあると思うんですけど、はい、どういうアプリケーションと連携することが多いですか？ここで言うと eGift さんですね。あ、はい、eGift との連携っていうと、はい、どういうプロになるんですか？お客様が、まあ、eGift という形で誰かに物を送りたいっていうところになった時に、まず注文データとして入ってくる時にはどこに配送するのかというのはまだ登録されていらっしゃらないんですね。で、実際にこうギフトを受け取る方が入力されたタイミングで自動でロジクラの方が注文の更新をかけまして、この配送先ですよという注文の出荷データというところがリアルタイムで更新されるようになっています。で、そのデータを受けて倉庫の方で送り状であったりピッキング、その配送作業に移れるというところも連携をさせていただいています。なるほど、なるほど。今まではその eGift で更新された後に出荷先情報というところを WMS の方に更新しなければいけなかったのをリアルタイムで弊社の方が自動更新すると、そういったことになっています。めちゃくちゃ楽になりますね。はい、ありがとうございます。ということで、あと他にもなんかこういう事例があるっていうので、はいはい、逆になんか自分たちでもびっくりした使い方みたいなのってありますか？最近ですとロジクラの利用パターンというのが2つあってですね、はい、1つは自分たちで倉庫をお持ちになって配送作業をするその自社出荷というパターンと、もう1つがその配送の代行サービスを利用して、はい、お荷物を預けてその配送作業を代行して行っていただくという 3PL のパートナーさんですね、はい、弊社も全国に連携させていただいているパートナーさんがいらっしゃいますので、お客様のニーズであったりですとか物流の体制、あとは商材、あとは今後展開されていきたいビジネスプランに合わせて倉庫の方を選定させていただいているんですけども、今まではまあどっちかっていうケースが多かったんですけども、今はなんかハイブリッドになってきていて、自分たちでもまあ店舗の物流は自分たちでやって、はい、EC のこの波動が大きい物流に対してはアウトソーシングするというような、そのそういったこう使い分けをされている企業さんが増えてきています。なるほど。ロジクラの場合は拠点という概念があってですね、はい、自社の在庫管理と委託している在庫管理と両方とも管理できるようになっているので、 Shopify で受けた注文をどちらから配送するのかっていうその振り分けができるようになっているので、うん、そういう使い方が最近増えてきています。あ、なるほど。ということでまさに OMO 時代にぴったりのツールって感じですね。はい、ありがとうございます。やはりですね、コロナが一巡して、はい、だいぶ落ち着いてきて、はい、店舗の方に回帰するみたいな動きもだいぶ強くなってきてると思いますけど、はい、そういうところの影響って何か感じられるところありますか？そうですね、お客様の方でもかなり店舗の方に力を入れている企業さんが増えてきてまして、今までのその店舗の捉え方っていうのもだいぶ変わってきてるなというふうに思っていて、事業が大きくなってから実店舗を展開するっていうところの捉え方ではなくて、ロイヤリティの向上であったりとかファンを作るきっかけ、あとは体験型のストアとか最近増えてるじゃないですか。そういったところでサービスであったり商品を触れてもらう場としての位置づけになってきてるなというふうに考えてまして、あとは Shopify POS が出てきたことによってなんか容易にこうポップアップストアといったところを展開の幅っていうところが広がってきたことによって、そういう OMO ではないですけど EC も軸に置きながら店舗も展開するっていうケースが最近増えてきてるなと感じています。でそういった場合にやっぱ課題になってくるのが EC の在庫と店舗の在庫っていうところが連動されないことによって別々で管理しないといけないところがやっぱり課題として上がってくるので、そういったところをロジクラの方で Shopify POS と Shopify の在庫の連動であったりですとか店頭受け取りのオペレーション、そういったところを支援させていただくことによって、そこの障壁っていうところを限りなく低くできるように展開の支援をさせていただいております。すごいですね。ということで本当に今日ロジクラさんにご説明いただきまして、結局 WMS として入庫があって在庫管理があって出荷、この3つのプロセスをどこの店舗
どこの拠点であろうが対応ができるというところで、他拠点で展開されてらっしゃるような OMO の会社さんはすごく課題が明確にクリアにできるっていうところが分かったんじゃないでしょうかね、うん、ということでロジクラさんとして今後展開されるもの、新たになんかこういう領域やっていこうと思ってるとかっていうことがあるようでしたらぜひ教えていただけますか。はい、EC の物流が弊社得意なんですけれども、それに加えてやはりオモニチャネル OMO 市場っていうのは年々こう 6% で成長していて、今後も成長というところが見込めますので、消費者様の方で商品欲しい販売チャンネル、好きなタイミングで、まあ、どこでも受け取りたいという、そういうなんかニーズが多様化していく中で、そういうその体制をマーチャントさんの支援ができるようなあのことができないかというところを弊社も主になって考えて、そうになってくるのがやっぱ在庫管理、店舗の在庫であったりですとか EC の在庫、あと卸の在庫というところをリアルタイムで把握して、じゃあ販売できる在庫というのがいくつあるのかというところをしっかり捉えることによって、売り逃しであったりとか販売機会というところを最大化できるような形で支援ができるようにしていきたいなというふうに思っているので、そういった OMO であったりとかモニチャンネルといったところの支援を引き続き、まあ、ちゃんと様と一緒に構築のお手伝いができたらなというふうに考えております。ありがとうございます。ということで、物流関係のお悩みとか、そういうところも含めて、アップユニティであったり、あと、まあ、ロジクラさんにいろいろご相談いただければなと思っておりますので、引き続き、ぜひ、よろしくお願いします。はい。では、最後、ご紹介お願いします。はい、アップユニティに、相談だ。はい。